はい、おはようございます。草津市の認知症キャリアキャラバンメイトということで、こういう役をボランティアでやっております、谷口さんのお仲間の藤森と申します。住んでおるところは静学区の青地町というところでございます。今日はいろんなパターンがありまして、1時間半ぐらいかけて、寸劇見てもらったり、皆さんで一回話し合ってもらったりあるんですけど、今日はお配りしてます、このこれ、こちらが丸、こちらが敵。今から、私が認知症に関する問題を出していきながら、ちょっと皆さんに考えていただこうという、これは丸か敵かってなことをやって、その後で、谷口さんの方で、一応今日のまとめみたいな形で、おさらいをやって今日は終わるということにさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。いきなりですけども、昨日の晩ご飯、夕食メニュー、何を食べたか覚えていないようだと認知症だぜそやなと思われる方は丸を見せていただきたい。それは違うよってこうです。はい、ありがとうございます。別に成績はつけておりません。認知症、予防法の確たるもありませんが、何より大事なことは頭を柔らかくしておくということですので、あんまりガチガチに処分なすなとかね、そりゃ俺はピピは思うでとか、いろいろこだわらないようにお願いします。実はさっきの昨日の晩ご飯のメニューぐらいやったら、単なる物忘れとこういうことなんです。おとといの晩ご飯何食べたか覚えておられますか？まだマシでしょうね人間は記憶っていうのはこう一ついろんな表し方があります。昔脳の前頭葉や何やいうのを出してお医者さんが説明されることもありますが、一番わかりやすいのはこうカセットテープみたいなこうテープや思っていただいたらいいんですね。これにこうずっと過去からの記憶を溜め込んでるんですけども、この辺りが昨日の晩ご飯自分のことで、ちょっと丸が大きいんですが、もうちょっと小さくすれば分かりやすいと思うんですよ。ここの一部分が分からへんっていうね、これは単なるところが、向こうはスポッとあこのとこがもう抜け落ちてますから、何をお前は聞くの、わしは晩飯食うてへんと、こういうふうになってくると認知症の疑いがございます。整理しますと、メニューぐらいやったら単なる物忘れ、でも食べてへんかもしれんなってなことを思い出したらお疑いください。お仲間とかご家族とか何よりもご自身で、これ一つのチェックです。認知症でない物忘れ、単なる物忘れっていうのは体験の一部だから、ヒントがあると思い出します。昨日あんたと昼からおったよなって、なんか平和堂の前でとか、お前買い物やったやんかとかいう、よう奥さんがある話ですね。何買うたんかって、いやーサンマ買うて、あしやしや昨夜サンマ食ったんやとか、例えばこれヒントがある。でもちろん今皆さんここがどこで何時頃で誰とおるって分かるかということで、日常生活に支障はありません。とこっちは食べてないって言いますので、奥さん怒りはりますわな。で、食べてない言ってるわけですから、ヒントもクソもないわけです。で、だんだんこの会っててもどなたか忘れ、わからへんとか、今が何時かわからへん、ここがどこかわからへんということで、皆さんの OB さんのお仲間でも来る言ってて来てない、電話したら何時は分からへん、いつやったかいなとかね、昨日電話した時は分かった行くわ言うてんのに、今朝になって
えっていうことを言い出すとちょっとお疑いします。そうするとやっぱり日常生活に支障が出てきますので、認知症近いなと。もう一つは認知症になりますと一遍に二つ以上のことを、考えたりするということがとても苦手になってきます。できなくなってきます。今朝は聖カトリック大学の OB 会に行くんや言うてもう早から言うてた。なあ朝起きたら奥さんがあんた早起きて顔洗ってひげ剃って髪セットして服着替えてモテクマ用意してってこんな言われたらもうパニックです。だからもしそういう人がおられたら一つ一つ言ってあげてください。だからあの前の晩電話したさっきの例でも電話は聞いてるんですけれども一遍に聞きながらメモをするっていう二つもできませんとか、お料理がとっても上手なその奥さんが突然味が変わってきたりします。突然焦げてたり突然半煮えのものが出てきたりします。お料理っていうのは一遍に二つ以上のことを同時にやらなあかんわけですな。鍋かけといてこっちで切ってるとかに、ね、調味料も順番を間違えると微妙に味が変わるとか、こういうことがありますので、別に料理するのは女性だけではないですけど、奥さんの味が変わってきたらまたご注意かもわかります。2問目ですが、認知障害を進んだら、おじいちゃんおばあちゃんに認知症にならったと子供に帰っていくとこういう表現することがありますが、さて正しいでしょうか。子供に帰っていくのでしょうか。どうでしょうか。そうですね。もう一時機会をします。これただの小道具でございます。子供に帰るわけじゃないんです。で、しかも認知症の人っていうのは、この要するに記憶が分からなくなったり、さっきのようにトンチンカンなことをするようになっても感情プライド、こんなもんはちゃんと自分の胸頭に残ってるんです。したがって特に皆さんのようなこのプライドをお持ちの優秀な大学の卒業生に「おじいちゃん」っていうか「ちゃんとしようね」というようなことを言うとね、もうものすごい頭にくる腹立つんです。余計もうおかしな。だからこの感情が残ってるという、要するに硬い言葉で言うと尊厳ある対応、立派な大人なんです、立派な年寄りなんです。年寄りなんです言いましたんで、認知症は年のせいでしょうか。これもね違うんです。もちろん年がいくごとになりやすくなるということはあると思いますが、病気なのであります。しかもこの脳の病気です。これがまたなかなか分かっててわからへんというか、つい忘れます。どことは言いませんが、田舎の方に行きますと先祖のたたり屋とかね、あの人お父さんもボケてはったからやっぱりあの人ボケはったやとか、いろんなことを言いますけど失礼な話。脳の病気です。年のせいではありません。いろんな認知症のタイプがあるっていうのはもういろんなところで出てますので、大体皆さんもお聞きになってると思いますし、詳しいことは今日のパンフレットに、載っております。一番多いのは例のアルツハイマー型ということで、5割6割はこっちじゃないかとこう呼ばれてますが、その他にもこういういろんなタイプがあるということ、これを総称して認知症言うんだということが分かってまいりました。最近問題になっているのは特にこの若年性認知症ということで、まだまだ働き盛りの人が認知症になって、職場で仕事ができなくなるということは、もう場合によっては収入がなくなる、まだまだ家のローン返したり子供を学校にやったり結婚させたり、いろいろまだまだ収入がいるのに仕事ができなくなる、これが今一番大きな社会
ていうのが問題になってます。でまあ認知症どうやったらならへんのかっていうのは色々難しいんですけど、家に閉じこもってたり頭を使うことがなくなってくると必ず認知症になりますか？違いますね。誰でもなる可能性があります。もう昔と言ってもいいですが、例のタバコの話、もうタバコ吸ってたら肺がんになるでって言われた時がありました。でももうチェーンスモーカーのように吸ってても死ぬまで肺がんにもならんと元気で行かれた人もいっぱいいるし、あまり吸ってないのに肺がんになったりという、まあ危険因子ではあったけども絶対とは限らない。と同じように誰でもなる可能性があります。特別な人がなるわけではありません。ということはそれぞれ注意をしなきゃいかんということにもなります。さてさっきいろんなアルツハイマーとかありましたが、こういうこの中には改善したり症状を和らげたりできるものがあると思いでしょうか？はい、あるんですね。でまあ関係者の方おられたらすいませんが、現在も認知症に関してはもう何て言うんですか、治療薬の開発がもう水面下ではものすごいことをやられております。これがで治療する薬ができたらもうノーベル賞ごとの話じゃないですよね。世界中で、だんだん年とともに認知症が増えておりますので、で、でも今でもですね、さっきのいろんな種類がありますが、種類によってはその薬を飲めば進行が緩やかになったり、それから一部はいわゆる精神科系の病気に対する、お薬、これがこの認知症にも改善する効果があるということが分かってきております。くどいようですけども、認知症は脳の病気ということをとことん分かっておく必要があります。さて、病気になったらどないするとお思いでしょうか？バカなこと聞くなよとこういうことですね。病院に行きますよね。でも病院に行かない人いっぱいいるんですよ。でまあわしは今まで風邪ひきぐらいしか病気したことない。風邪みたいなもんお前卵だけ飲んでパッと寝たら治んねえってなこと言って病院に絶対行かんっていう、これはね今までは偉い人やな、この人は健康で言ったけど、もう今は合わなしてやなと思った方がいいんです。おかしいと感じたらとにかく受診、病院に行きましょう。自分が感じたら、自分が感じたら怖いから行かない人多いですよ。まあ当たり前の話ですけど、早期発見早期対応っていうのが何よりも大事です。何しろ治療薬ないんですから。他の病気はまあその程度にもよりますが治療薬あります。手術したら治る場合もあります。がんですら抗がん剤や何や言うて絶対とは言わんけど治ります。でも認知症もう早く見つけるしか方法ないんです。でまあいろんな検査の機器とか方法っていうのも開発されてまいりました。もう早期発見重要や言ってるんで理由を言う必要がないかもわからんですけど、整理しますとこういうことです。一つ目はさっき出てきましたけど、ここにありますような難しい名前ですが、慢性硬膜下血腫とか正常圧水頭症とかいう認知症の種類であれば、もう改善したり早く見つかればほとんど治るというケースがあります。だったら早う見てもらわな損ですね。2番目はお医者さんに行って見てもらうということは、万が一私なら私が認知症ですねと言われたとしても、お医者さんが言ってくれてますので、ついでに正しい知識、あなたの認知症はこういうことや、まあ私さ、まあ奥さんなり呼びなさいと、
こういう介護の方法をきっちりしてください、ちゃんとこう介護一緒にやってあげれば進行が緩やかになりますよ、明日急になんやもうトイレでないとこにおしっこしたりね、あんた誰ちゃうこと防止できますよという知識を教えてくれます。だったら早く見てもらいましょう。それから3番目は、まあ、似たような話ですが、自分自身、僕が認知症やと言われた、でも早い、まだちょっとあのこの OB 会にあの忘れて欠席したぐらいで済んでると、みんなにもクソ文句言われたけど、まあそれぐらいで済んでる、うちなら自分が認知症やと言われてもじゃあもうしょうがないですね、なってしもっても、でもじゃあ自分はこれからどうしてほしいのか、もうあのどっか行けって掘り出してくれと、そんな人はおらんでしょうけど、まあ分からんようになったら悪いけど、どっか施設入れてなとかね、いやまあとことんわしはここで死にたいんやとか言うかもしれない、要は自分の意思を家族なり周囲に伝えることができます、皆さんのお仲間にも伝えることができます、残念やけどわし認知症になってしもてんと、分かる間はつきおうてなってなことを言えるんですね。でということはその病気と向き合う時間が取れるということです。急にもうなんかわけもわからんようにほっといたらね、時間ができましたので、認知症ご存知のようにいろんな症状が進んでいけば出てきます。でも出てきても家族なりの人がまあそうびっくりしません、聞いてたから知ってたから、ああついに来たかとは思いますけども、まあ余裕のある、それやったらこうしたらええと聞いてんねんとね言って対応ができます。こんな4つぐらい整理すればありますので早く見てもらいましょう。まあもうこの辺は飛ばしますけど、もう今や物忘れ外来などという分かりやすい顔を設けておられる病院まであります。ですがまずはこのかかりつけ医に相談をした方がいいです。というかかかりつけ医を持ってください。でこんなことを持ってない人がさっき言ったような、こんなもんお前医者なんか絶対行かへんって、行かんでもピンピンしてんねんっていう人は持ってないことが多いです。自分のできるだけだんだん年を取ってきますので車も運転しにくくなるとかありますので、お近くで、あの医者やったわし、あのなんか気が合うんやとかね、結構お医者さんと気が合わないとね、お互いに、いろいろ抵抗があります。そういうかかりつけ医を作ってください。お持ちでない方は今度風邪ひいたら絶対行ってください。まあ安いもんですよね、あの医療費は。で行って、もうあなたが私のかかりつけ医って先生に言うといてください。そしたら先生の方がずっと見ててくれます。最近あんたちょっとおかしいでと言ってくれます。本人に言うか家族に言うか別にして、で何回もくどいようですが、こだわる人多いんですよね。本当あれ怖いから行かないんだそうですね。じゃあなんともないってこだわってる。で家族がどうしても行かない、そういう時は、まあ、あの私も民生委員やってますが、民生委員とか、もう一つはこの地域包括支援センターというのが各地区にできてます。草津市の場合でしたら各中学校区に一つ、皆さんのお宅の中学はどこかお分かりと思いますので、そこに一つありますので、そこに相談してください、電話してください。そしたらうまいことはあの保健師さんみたいな人が来てね、ないこと言って、あのやっぱいい意味で騙して連れて行ってくれますので、ぜひそうしてください。さてあのちょっとこの辺から認知症の知識として、アルツハイマー型をよくいっぱい多いので、こんな風な経過をたどっていきます。若い頃はどんどんいろんなことを覚えられて、皆さんのように活躍できました。老化とともに覚えにくくなってきます。これはもうお互い自覚していることだろうと思います。
でそれがまあ進んで不幸にしてというか認知症の初期に入っていきますと、さらにいろんなことが覚えられなく、さっきの晩飯のメニューがわからんとかね。でそれで認知症の初期 MCI というのになって、それまたどんどん進んでいってこういうとこ行っちゃうんですね。食べた赤もん食べたい、それが失敗したい、あんた誰とかね、嫁が財布盗んだとかですね、これ出てくるんですけど、これはですね周囲の理解とか手助け、こういうさっきの介護どんな対応をするかで随分変わってくるそうです。ちゃんとやれば緩やかにいきます。ひょっとしたらおじいちゃんここまで行くまでに寿命がつけるかもわかりません。できたらそうしてあげたい。でもこっからいきなりここへ行く人はまず絶対にありません。なんか晩飯だったかな、表とこからいきなりトイレ失敗とかね、そんなことはありませんので、こういうふうに行きますので覚えていただきたいと思います。もう一つさっきの話、あんた誰みたいな話、何にもわからなくなるから、まあ、人に知らってね、で幸せやで本人はということを言うことがあります。さてどうでしょうか。決して幸せではありません。さっきの感情プライド残ってるんです。一番不安なのは自分なんです。そりゃそうですよね。ちゃんと正常なとこから徐々に徐々に記憶が消えてって、その段階では消えていくっていうことは記憶わかるわけです、ね、自覚できるわけです。自分がとんちんかなことしてるのもとんちんかなことしてるときわかるわけですね。これがまあ、すいません。ということでこんなばっかり続いてったらパニックになりますよね。このことは決して、本人は幸せではないということを覚えておいていただきたいと思います。さっきのいろんな極端な例、すべての認知症の人にこういう徘徊とかモノトラネが、妄想とかいうのが出てくると思われますか。これも違います。さっきちらっと触れましたけど、環境、周りの人の接し方、もちろんそれにはご本人さんの性格とか、まあいろんなその経験みたいなものにもとっても違いますけども、素質性格によっては違いますけども、環境で随分変わってきます。また失敗してとかね、もうあんたも情けない、あんなしっかりしてたらなんてこともできへんなんてなことを言って怒られる、どん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 行動心理症状という徘徊とか妄想とか出ていきます。ということで介護者が落ち着いた対応をすると本人も落ち着くが当たり前ですね。要するにできないことを責めたり忙したり、本人が一番辛い思ってるわけですから、本人さんの心を理解してあげてほしいと思います。こういうことですね。認知症になって失敗ばっかり続いていくと、まあ往々にして怒られます。家族の人に一面無理ないんですよ。家族の人は24時間365日、残業手当もなければ給料もないのに、みんなあかんわけです、家族やっちゅうためにね。それは施設であろうが、介護士さんであろうが、その本職さんは何も24時間でないですね。ある1時間を見てあげるだけ、つい怒りたくなるんです。でも怒ってまたって言って咎めてると、どんどん元気
出てへんのですから、出てへんのに怒られたってね。子供の場合は、怒ったらあかんですけど、どん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 この元気に大きくなっていくんでね、スパルタでしがいてもいいんですけど、これは逆です。どんどん病状が進みます。反対にできるだけ大丈夫やで、ゆっくりしや、今度間違いしようなとかね、やってあげると症状が改善したり緩やかに進むということになります。それはそうなれば介護する人にとっても助かるわけですから、怒れば怒るほど悪くなって、悪くなればなるほど介護する方も困ると。どっち取りますかということですね。ということで、周りの人は難しいんですが、優しい言葉をかけて手助けをしてあげる。そうするとこんなことになりますよ。認知症の人を支えるなじみというこんなキーワードがあります。なじみの関係、昔から知っている人、同じ町内団地なんとか、同じ学校とか、こういう人は知った顔やから安心です。その人が声をかけてくれることですっと安心できます。なじみの暮らし方、その人が昔から使っていた道具とか、家具とか家とか、そういうことであれば使い方が分かる。押し方間違うとどちらのことで一個も動かんかったり、炊飯器かけたら何もなってなかったりします。それから馴染みの行動っていうか、昔からその人がしていたこと、仕事とか家事とか、これはもう体が覚えてますから、そこそこできます。で、できたら自信が回復できる。こういうこの馴染みというやつを覚えておいて、もし、自分の場合はどうしようもないかもわからんですけど、ご家族内で認知症の人が出てきたら、こんなことをちょっと思い出していただければと思います。さっきのところでこんな例があります。ある施設、グループホームでおばあちゃんがトイレを失敗どんどんするようになったと。で、要はトイレに行けなくなった。まだ歩いてるんですよ、足腰しっかりしてるのに。で、困りましてね、ひょっとしてこのトイレのところにトイレって書いてある。これちゃうんかな、あいつな、もうおばあちゃんやし、日本語で便所に書こうって、便所で書いたと。全然意味なかったと。で、どっかそれ認知症の介護とかしてる専門家の人に相談をした。そしたらその人がそのおばあちゃんと面談をしてくれて、いろんなことを聞き出してくれた。おばあちゃん昔は出会ったんとかいうのことからね、昔のことを聞いてくれるんで喜んで、おばあちゃん、いろいろ喋ってきました。聞いてみたら、そのおばあちゃんの田舎で子供の頃はトイレ便所のことは、トイレはいろいろありますよね、川屋とかあるけど、おしっこ場やと言ってたと。で、おしっこ場と書いたらちゃんと自分でトイレに行っておもらし専用になったということで、こんなことにもその専門能力っていうのはやっぱあるんですね。ですから、困られることがあったら専門家に一回相談すれば、専門家にもいろいろありますので、頼りない専門家もおりますが、大概知っておりますので、こういう例もあるということを覚えていただきたいと思います。で、そのさっきの長なりましたが、そのおばあちゃんから聞き出すのにいろんな、傾聴ボランティアという言葉もありますが、いろんな聞き方があります。昨日実は聞いたこと、聞くという門構えのじゃなくて、聞く方ね、聴という方は、漢字を見ると耳に14の心こうあると、ああいう言葉やなと思いました。ですから特にこの認知症なんかの人を相手をしてあげて、昔偉いことを
偉いことっていうのはそれはいいことですよ。会社でもすごかったらしいねってなことを聞くときは、とにかく14ぐらいの心を持って聞いてあげると、その人は意義としてちゃんとしこうやったんや、こんなこともできてたんやってのことをこう喋ってくれて、自分が発散しますので非常に穏やかになる。こんなこともありますのでお願いします。もう最後の次回ですが、一方でさっきの24時間365日勤務の介護者は、本人の要求はやっぱりそれは認知症のご主人か奥さんですから受け入れないといけないんでしょうか。全部してあげなかったなことはありません。認知症一人で抱え込んでいるとその人が潰れていきます。とにかくいろんな方法サポートありますので、とにかく専門家、さっきの地域包括支援センター2000員ましはから先生、いろんな人に相談をするといろんな方法が今はできていってますので、一人で抱え込まないということでお願いします。今度はお仲間の方ですね、皆さん方の方、あいつ認知症になりよったって、もうこんなとこ来んと、でサービスに行け、これは正しいでしょうか。もうこんな言い方したら正しくないに決まってます、このサポーター講座の本来の目的がこれなんですね。地域ぐるみで、お仲間ぐるみで支えてあげてください。でも支える言うたって何するねんと最初の話ですね。なんでたまにこういうことを聞いていただいて、でもあいつの話はもうちょっとこうもっと詳しい専門的なことないんかいなと思われたら、また専門家に聞いていただいて、来年の来年のというか次回の OB 会にはお医者さん呼んでもらうとかですね、もっと詳しいことを聞いていただいて正しい知識を持つで、まあ認知症に対する偏見とか差別をしないで、住み慣れた地域で、あればおしっこ場やと言ってくれる人もあるかもわかりませんので、支えていく必要があります。さて最後に、予防っていうのはないんですけども、確たるもの、それはそうですね、原因がの分かってないわけですから、でもこんなことかなというのが、発症のリスクが高いか低いか、それから年がだんだん進んでいく、下の方が認知症を促進する因子です。やっぱりタバコは良くない、脳を緊張させますので、それから糖尿病、高血圧、こういうこともよくありません。いい方向にはいきます。一方で認知症を防御する因子は、今のところ食べ物一つは野菜が豊富で、野菜しか食べたらあかんちな、あんな極端になっちゃいますよ。たまに肉も食べてほしいですが、野菜が豊富な食プラス乳製品、牛乳だとかヨーグルトだとか、そして運動、運動の習慣、毎日ちょっとずつ歩くとかね、そういう運動の習慣、こっちを押さえてこっちをちゃんとやれば、この角度が寝てきます。こんなに急、この角度ではいきません。徐々にこうで、何度も言いますが、ひょっとましたら認知症になる前か軽いうちに寿命で死ねるという、こうなるかもわかりません。まあ90ぐらいまでならへんかったらまあよろしいわそれは人によりますけど、ですからこの防御因子と促進因子っていうのがあるそうです。で、食事のパターンは、まあ、これももう極端にね、野菜しか豚あかんっていうのはこれ極端なんで、こんなようなものを多めに取りましょうと、こんなようなものはあんまり多く取らないようにしましょう。男性が多いんで、まあ男性に限りませんが、お酒はいいそうです。
健康診断で酒の量聞かれますね。ビールやったら1本とか、お酒は2本でしたかな。あの程度というか、あのレベルは習慣がある人の方がいいという、いろんなデータからはそういうことらしいです、いっぱい飲んだらありませんけど、たまに酒やめたらどうやって言って奥さんが言われたら、いやちょっとずつは飲んだ方がええと言ってあげてほしいということで、以上で私の話を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いします。もう2人前には2人説明言うと勇気聞くんですけど、はい、触れませんでしたが、例の脳をトレーニングする、悪くはないそうです。しないよりした方がいいに決まってます。この間どうでしたっけ、成人病センターの認知症の先生の講演を聞きましたけど、その人なんかは認知症の専門医ですから、負担なことを言ってました。あんなもんで認知症がならんはずがないと。それから早足で歩いたら認知症にならへんとアホかっていう言い方しはるんですよ。でもそのお医者さんもやらんよりやった方がええねやと。脳を活性化させときゃいろんな意味で健康にいいし、足腰丈夫にしときゃいろんな意味で健康にいいし、健康をやったら認知症になりにくいというのはあるわけですから、回り回ってやった方がええということになります。一番問題は閉じこもってなりません。で、聞くとよく言われる人います。毎日俺テレビを仕組み見てんねんっていう人がおりますけど、あれ見てないそうです。テレビっていうのは眺めてるだけだと。時々居眠りをしてしもたりして、自分は見てるつもりやけど見てません、考えてません。もし見られるんでしたら、テレビと対話しながらやられるといいです。あんなこと言うなボケーとか言いながらね、そりゃーとか言ってるように納得したりしながら、テレビと掛け合いをやりながらならいいと思いますけど、一日中テレビではダメだと思います。すいません、以上です。